大森和代のいつもつながっているよ渡らせトーク。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。先生、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、7月最後の渡らせトークですね。もう7月最後。はい。いやー、すごいね。いよいよ今度の日曜日は東京でスペシャルセミナーがありますので、うん、東京スペシャルセミナーですね。はい、もう本当に金沢とね、盛、はい、岡東京とね、そうですね、続いてましてね。はい、はい、その前は広島も行ってたので、7月は本当に出張がね、広島からずっとね、ね、本当に岐阜にいらっしゃる時間がもう短いですよね。7月特にね、あと外食が増えるので、そうですね、それがちょっとね、はい、苦手というか、やっぱり添加物取ってしまうのでね、はい、なんで私結構お昼とかは、まあホテルで、自分で持って行ったものを食べたりとか、そうなんですね、そういうことも多くて、ですから行きも結構保冷バッグに、フルーツとか、向こうで買えばいいのにね、でもなんか貧乏症というか、なんかフルーツとかいろいろ家のものとか持ってったりして、で次の日とかはそういうので食べれますし、フルーツも柑橘系とかだと、傷みにくいので、そうですよね、なのでそういうもの持ってたりとか、で、あと調味料、まあ、マヨネーズは前有名になっちゃったけど、無添加のマヨネーズだったり、そういうものを持ってたりして、で、本当コンビニって食べるものないって言うんですけど、添加物すごく多いので、でもどうしてもコンビニのものを食べなきゃいけない時は、冷やし中華を、買ってきて、で、その麺だけは、一応、おつゆに、なんか、添加物入ってるので、なるほど、その麺を、なんかマヨネーズで食べとか、すごいマヨラー、マヨラーですよね、みたいな、出張中はですよ、あとお醤油も無添加の持ってるので、そこにちょちょってお醤油垂らしたりとかして、そうなんですね。そうなんですよ。前はポン酢とかも持ってたんですけど、重くていろいろ、で、ポン酢があれば本当は冷やし中華ポン酢合うんですよ。あ、そうですよね、ポン酢で、海苔も持ってるので、天下のそういうのもかけたりして、なんか部屋でちょっとした調理をしながらとか、でそこにフルーツを散らしたりとかしながら、比較的添加物少ないというと、そういう麺類っていうんですかね、タレにね添加物があるの で、 そうです、ね、もうどうしても田舎っていうかね、買いに行くとこがないような時には、コンビニしかない時にはそれとか、あとはなんか納豆巻きみたいなものは、アミノ酸とは書いてあるんですけど、アミノ酸糖とは書いてなくて、なるほど、で、納豆巻きを買ったりとかぐらいですかね、そうなんですね。人知れずの先生の苦労が壁に向かって一人で食べてます。なんか地味な生活なんですよ、本当はね。派手そうに見えますけどね。存じ上げないことばっかりですね。いや、あとはいつものめざし、持ってくる目指しとか、あとは岡山で見つけた豆が入ってて、そういう広島の魚の乾燥したやつっていうセットのが売ってたんですよ、無添加で、それは結構大量に買ってきまして、そうですか、でそれも持ち歩くと、小魚も取れるし豆も取れるみたいな、タンパク質が取れますね、そういうものね。あと梅干しは絶対持ってるんですけど、梅干しらっきょう、そういうものを食べたりとか、そうなんですね、お昼は素食で、夜は大抵誰か彼かとやっぱり食べなきゃいけないので、ご会食があるんですね。そうなんですよ、会食があるので、そこは食べなきゃいけないので、昼はもう本当に質素に、バナナと豆乳とみたいな日もありますし、バナナもね、有機栽培バナナっていうのを、でもバナナすぐ傷むんですよね、持ち歩いてて早いですよね。で、ついたら真っ黒とかなって、盛岡とかだとついたら真っ黒とかね。でもそうやって自分の体をね守っていかないといけないので、見習わないといけないです。いや、ゆみちゃんがちゃんと家で食べてらっしゃるから、いやですよ。いやそんなことないですけど、ね、皆さんもなるべくね、体に毒素を入れないような、そうですね、努力はしていきましょうね。はい、それでは先生、今日も、今月最後のいつものコーナーですね。いつものコーナー行きたいと思います。大森和代の愛のお裾分け。
はい、では由美ちゃんから質問の方を読んでいただきます。はい、今日はラブスピリットさんからのご質問ですね。はい、はいはい、もともと主人の反対を押し切って飼った犬マッハですが、噛みつく、うなる、突然豹変するために家族が怖がってもう飼えないと言い始めています。主人はマッハに人間が気を使って犬を飼うのにもう限界だと言っていて、保健所に処分に出せと言います。主人も優しく一生懸命マッハに接してくれていましたが、突然に豹変するのでショックがあまりに大きいようです。私は何度も噛まれたりしていますが、どうしても憎むことができません。処分なんてとても考えられないのですが、主人がもう自分で処分すると言い出しました。このままでは夫婦も壊れてしまいそうです。1週間に1回ドッグスクールで優しい先生に少しずつ見てもらって、前より凶暴になることも減ったと思っていましたが、本当に理解できず、渡良瀬ペットクラブにも入れてもらってパワーもいただいているのに、どうしてこうなってしまったんでしょうか。私はこの先どうしたらよいでしょうか、というご質問ですね。はい、ラブスピリットさん、ありがとうございます。あ、以前もなんかご質問いただいた気もしたんですけれどもね、いまだにマハさんのね、マハさんっていうかマハちゃんの、ことで苦しんでおられるということなんですけれどもね、本当に以前ちょっとお一方同じような感じで、どうしても人に対してとか家族にもうーとかうなってくるとか、なんかうーってじわーってなるっていうワンちゃんとかもね、いらっしゃったりとかしたんですけれども、ある方の場合はなんか少し障害って言ったらあれなんですけれども、人間にもやはりそういうね、いろんなご障害を持った方がいる、そういう一生があるっていうように、ワンちゃんの中にもまれにですけれども、そういうワンちゃんもおられるということで、以前そういう方もおられたんですけれども、マッハさん、ちょっと今ごめんなさい、お写真がないので私もそこまで詳しくわからないいいんですけれども、そういう、でも獣医さんとかで見られてそういうことが分かるのかどうか、ちょっと人間ですといろんなテストとかできたりするんですけれども、ワンちゃんの場合、少し、前も寂しいからだよとか、なんかそんなようなことをお伝えさせていただいたと思うんですけれども、とにかく、そうだったとしても、やはりこの、マハさんは家族と思ってますので、この家族がそんな風に話してる内容も全部聞こえてるんですね。保健所に連れて行こうかとか処分しようかとか、そういうこと言われてるのも全部分かってますので、やっぱりそういうこと言われるっていうのはすごく悲しいことですので、もしこの中で飼うワンちゃんなんですかね、だったらちょっとゲージに入れておく時間は増やすとか、あと外で飼うことが可能なワンちゃんでしたら、トイプードルもね、外で飼ってらっしゃる方いらっしゃるんですよ。で、そういうふうに、外のワンちゃんというふうにすれば、うーとか吠えてくれたりした方が番犬になりますので、そういうふうに、自分たちとのこの接する距離感、そういうものも少し考えながら、どうしてもそのように家族がそれによってね、ギクシャクしていっちゃったら、それは大変で、そうなっていってしまったら、マッハちゃんも、やっぱり自分のせいでお父さんとお母さんがなんか喧嘩してるとか、ギクシャクしてると思ったら、すごく悲しいことですので、少し距離感を保つ、絶対家でベタベタして暮らさなきゃいけないとか、そういうことはありませんので、家の中でもゲージばっかりに入れて飼ってらっしゃる方もお見えですしね、毛が落ちると嫌だとか、そういうちょっと犬アレルギーの家族がいらっしゃる方なんかは、家の中でもちゃんともうゲージに入るっていう、そういう習慣にねしておられたり、あとはワンちゃんの部屋が一つあったりとか、その部屋の中では自由にしてていいよっていうことで、常に接しなきゃいけないっていう、でも寂しいので、愛情を持ったお声かけはしてあげてほしいんですけれども、その愛情を持った方と触れ合うことでちょっとマシになってきたっていうのは、やはりマッハちゃんは愛情を求めてたっていうことでもありますので、本当に大変なんですけれども、ワンちゃんは人間よりは寿命としては短いですから、やっぱり旅立たれた後に悔いが残らないようにされていただきたいかなと思います。で、どうしても飼えない場合は、その保健所とかっていうのはちょっとかわいそうですので、里親をね、探してあげるとかしたり、この
今ね、もしかしたらこのラジオを見てて、あのマハちゃんうちで飼いたいって方がおられたら、その方に飼っていただくとかね、そういうふうにやはりマハちゃんが生きる道っていうのをやっぱり飼ったからのこれは責任でもありますのでね、もしかしたらご先祖様かもしれません、こちらのご家族のね、そしたらあの後で後悔することになりますので、それだけはないように、また何かありましたらおっしゃってください。頑張ってね。はいはい、先生、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。いや、まあね、飼い主ちゃんも家族でありご先祖様っていう場合もありますよね、うん、あるんですよね、ワンちゃんとか猫ちゃんとかね、はい、多いですね。あとウサギちゃんの場合もありますしね、はい、インコちゃんの場合もね、あのペットクラブね、はい、インコちゃんやお馬さんとかも入ってますけど ね、はい、私結構カメとかでもね、なんか人間の魂って見たことがあるのでいるんじゃないかなと思うんですよ。そうなんですね。だからカメとか飼ってらっしゃる方もね、はい、もしかしたらご先祖様かなとかね、あるかもね。金魚はまずいないですね、ほぼ。そうなんですね。はい、ので、はい、ぜひね、ラブスピリットさんもね、あの勝ったからには、はい、その子の生きる道をぜひ真剣に考えてあげてください、はい、ね、お願いします、はい、ありがとうございました。はい、いよいよ盛岡は終わり、東京のスペシャルセミナーということでね、はいはい、川島直美さんが4次元からのゲストで ね、はい、降りてこられるんですけれどもね、はい、本当にワイン片手にみたいな、ね、出てこられるんでしょうかね。あの血がワインでできてるっておっしゃってましたね。本当ですよね、はい、そこまでワインがお好きってね、あの、まあ、元じゃないですね、今もご主人ですよね、はい、の方もね、独身ですか ね、 で、 ね、でおられるってことで、はい、再婚してほしくないみたいなことをなんかおっしゃったって何かで読んだんですけれども ね、 ね、よっぽど愛しておられたなと思ってね、そうなんですよね、本当にあのご主人に会っていただきたいなと思います ね、 本当ですよね、東京ですからね、はい、でもそんなこと言える方はいらっしゃいませんもんね。そうですよね、はい、鎧塚さんっていう人でしたっけ。そうですね、確かね、はい、うん、なんかね、仲のいいご夫婦だったのでね、お寂しくなったと思うんですけれども、はい、はい、ぜひ、まあ、あのどんなお話が ね、 そうですね、聞けるかっていうね、はいはいはい、楽しみなんですけれども ね、 そうですよね。あとはあのやっぱり、スペシャルなので、はい、うん、あのまた神様のお言葉、今まで降りられた、はい、あの以前の大阪スペシャルの時も、はい、あのは西郷隆盛さんのお言葉から勉強させていただいたんですけれどもね、はい、ご降臨くださった神様のね、はい、お言葉の勉強とかあったらいいかなと思いますね。そうですね、はい、結構ね、あのもう一度聞けてよかったですってコメントもいただいてましたよね、大阪の。そうですね、はいはい、あの東京はねホテルとか高いので、はい、もう本当にご迷惑を、泊まられる方はね、ご迷惑をおかけしちゃうかなと思うんですけれどもね、あでも九州方面からもね結構来てくださったり、はい、そうですね、あの東京だとやっぱりあの東北だったり、はい、北海道だったりね、はい、あの来てくださる方もお見えなので貴重なスペシャルセミナーですよね。そうなんですよ、東京しかお会いできない方っていらっしゃるので、はい、あと東京しか来ませんって方もね、お見えなのでね、はい、初めて来るって方もなんかおられるみたいで、そうなんですね、言われました、なんか初めてちょっと友達連れてくんですけどって言われて、はいはい、スペシャルですけどいいですかって言ったら、いや分かる子なのでとかってなんかうん、おっしゃってたのでね。あ、そうですか。はい、どんなスペシャルセミナーになりますでしょうかね、はい、あの本当スペシャルセミナーすごく、まあ、楽しいというか、はい、まあ、長いんですけど時間は、ええ、あ、東京の場合11時からですね。そうですね、普通10時開演なんですけどね、はい、お間違いのないようにね、そうですね、あの11時からしかね、はい、あの始まりませんので、はい、はい、なので、あ、お昼休憩がないかもしれない。確かそうですよね、東京は。そうだったですね、はい、はい、のでまた5時までたっぷりと皆さんとね、はい、つながりたいと思います、はい、はい、ではまた来週お会いしましょう。 See you next week. Bye.